りあえずこれでちょっと洗って、それさ、アルミホイルと新聞やった結構、今月10万ぐらいかな。いい顔してるよ。今年のあれですね、反省点は怠けるのをなくすっていう部分のところですね。で、来年は畑を土から耕すと、幸せな人生を送ろうと来年の方向かってます。自分はあまり参加できませんでしたけど、2014年のダメだったとこは大切な人たちを悲しましたところです。2015年はそういった人たちを笑かします。はい、今年この番組でます。今年1年の反省点は、まあ、総括するとやっぱ、まあ、なんか全体的に恐れが強かったんですね。それでちょっと動けない自分がいたんで、今年は、まあ、今年今後全てにおいて、まあ、50% 超えて恐れに打ち勝って、人生を豊かにしてこの土地を陰にする。お、素晴らしい陽だねそれをやるためには、人生をね、ちょっとね、真剣に頑張って生きて楽しく行こうと思います。はい、はい、燃えろ。やりたい、やりたい、逆に1年のダメなところ